待たせて悪かったな。ちょっくら下調べに手間取ってよ。構わんさ。君の神城への潜入計画には私も期待するところ大だからな。あの、私はなぜ呼ばれたんですか？突然呼んで悪いな、神城優子さん。電脳探偵のコネクトジャンプ、俺のハッキング、そしてオタクのコネ、この計画はその3つが合わさって初めて実現できるんだ。コネクトジャンプ？ああ、あんたは知らなかったか。おい、説明してやれよ。反電脳体？そんなことが現実に起こり得るなんて。なるほど。でも納得しました。それで時々不思議な移動をしてたんですね。遺伝症候群？あなたも？いえ、何でもありません。話を遮ってすみませんでした。じゃあ作戦の本筋を説明するぜ。今回の侵入プランのゴールは神城のアバロンサーバにあるのさらに奥にあるトップシークレットエリア、通称秘密の部屋だ。秘密の部屋？つまり神城の最高機密エリアってこと。言い換えれば歴代 CEO、 今は岸辺の個人フォルダさ。聞けば京子さんたちは以前神城の機密情報データベースまではダイブしたそうじゃねえか。まったく、そこらのハッカーチームより恐ろしい探偵事務所だぜ、ここ。素直に賛辞は受け取っておこう。しかしあの時の成果は結局空振りに終わってね。なるほど。それでさらにその奥のエリアに目をつけたというわけか。そういうこった。コネクトジャンプを使えば機密情報データベースまでの侵入は可能だ。まず神城のコネを使って特別招待枠として俺たちを神城本社の体験会に招き入れてくれ。神城の CEO 岸辺理恵が言ってただろ、エデンの大規模アップデートの体験会だよ。オタクにはその会場の端末から機密情報データベースへ侵入してもらう。侵入したら機密情報データベースの招待 URL を俺に転送してくれ。そこから秘密の部屋に潜入するというわけだ。ああ、そこに保管してある情報さえ手に入れればスエドウの思惑も神城の謎も全部解けるはずなんだ。でもってオタクにはもう一丁コネを使ってもらいて。え？秘密の部屋に入るためのパスコードは毎日変更されてるらしくてな。パスコードを知っているのは CEO の岸辺だけ。岸辺に近づけるのはオタクだけなんだ。私にパスコードを盗み出せって言うんですね。ま、そういうこった。最高機密エリアに入ったら京子さんと通信できるようにセキュリティを解除しておく。京子さんを経由して俺たちにパスコードを教えてくれ。なんだよ、今さら協力できないとか言い出すんじゃねえだろうな。いえ、それは構いませんが、一つお願いがあります。秘密の部屋にはおそらく父の神城悟の手記や研究データも残っているはずです。それも一緒に手に入れてもらえませんか？そこにはきっと父の自殺の真相やエデン症候群にまつわる情報もあるはずですから。なるほど。確かに前回は決定的な情報を見つけることができなかった。秘密の部屋にならあるいは。ああ、そういうことなら構わねえぜ。手間は変わらねえしな。ま、もっともそこにそのデータが本当にあるかどうかはわからねえけど。そうですね。もう一つデータの保管場所に心当たりはあるんですが、エデンの量子的演算処理および制御の要であるバルハラサーバー、エデン初期からのあらゆる履歴を刻む。あそこになら確実に。おいおいおい、ちょっと待てよ。バルハラサーバーなんて随分物騒な名前を出してくるじゃねえか。あれはレジェンドクラスのハッカーも寄せ付けない世界有数の超高難度セキュリティの塊だぜ。ほう、
地震家の君が弱音とは珍しい。痛い目を見た経験でもあるのかな。うるせえな。とにかくあそこはダメだ。少なくともハッキングでどうこうできる代物じゃない。でもデジモンプログラムを利用したハッキングにはきっと対処しきれない。なんだって。いえ、とにかく秘密の部屋に潜入する時点で綱渡りなんだ。バルハラサーバーにまで行けってんなら俺は手を引く。ここで君に降りられては元の子もない。では今回は秘密の部屋にターゲットを絞るとしよう。仕方がないですね。2頭を産むのは1頭も得ず、私はそれで構いません。よっしゃ、そんじゃ作戦開始といこうぜ。
ぞみんな。ほら、はい、行け。後悔するぜ。終わったか。お疲れさん。
行くぞみんな。ダメだよ。後悔するぜ。終わったか。お疲れさん。